これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。ノクト、マーチの音がする。よし、着いた。まだ火高いぜ。まあいいんじゃね。ノクト、頼みがあるんだけどさ、明日の朝ちょっと付き合ってくれない？この通り。しょうがねえな。ありがとう、おにぎりよ。そうと決まれば今日も寝ましょう。で、行くってどこ行くんだよ。実は撮りたい写真があるんだけどさ。うん。俺の超尊敬するメカニック。ああ、誰？シドニーに関係するものの写真を収めたい。はあ？いや、あの、違うよ、ストーカーとかじゃないよ。俺純粋にシドニーをリスペクトしてて。ああ。まずはハンマーヘッドが見えるところまで行って、シドニーを育んでくれたハンマーヘッドに向かってまず一礼を。と、しかもなんでハンマーヘッド？本人に言って撮った方が早いだろう。こんなこと本人に言えるわけないでしょうが。てか、なんでこんな早朝からわけわかんねえこと。シドニーを育んでくれた土地、もはや聖地だね。ここでいいんだな。思う存分撮れよ。サンキュー。よし、じゃあまず敬意を表して。シドニーを育んでくれたハンマーヘッドよ、ありがとう。王子？シドニー！なんでこんなとこに？私、たまに朝早くに散歩して気分転換するんだ。ここ、眺めもいいしね。私のお気に入り。君たちは何しに？プロンプトに耳打ちしてやるか。って何言わせんだよ、ノクト。お、そうなんだ。なんかよくわかんないけど。じゃあまたね。はあ、どうしてくれんだよ、ノクト。なんか俺が悪かった、ごめん。よし、次こそは。もうあれは嫌だ。またそんなこと言って。
今日は野宿ってことで。